流れ込んでいっている。あー、デミグラスの谷がナイアガラです。デミグラスのナイアガラ。ヒカキン TV Everyday。 ヒカキンクッキング太陽ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。本日は高級食材で超巨大炊飯器ハンバーグ作ってみた。肉汁があふれかえるらしいよ。みんな大好きハンバーグ。お、そう、知ってました？あの炊飯器でご飯炊くみたいにピッてやるとハンバーグができるんだって。超巨大なやつね。で、これね、僕ね、炎症を未然に防ぐ男ヒカキン、これ最初に言っておきたいんだけど、これ真似する場合、炊飯器にハンバーグの香り残ったりしちゃうらしいのね。場合によっては炊飯器ってほらお米炊くものだから、そもそもいやお肉とかやるもんじゃないですよ。ってことで真似する場合は、もう炊くご飯が一生ハンバーグの香りになる覚悟のある方のみ自己責任でやってください僕は覚悟があります。はい、というわけで今日使う材料はこちらだ。本日の主役、松阪牛。松阪牛じゃなくて松阪牛とか松阪牛っていうらしいね。こちら1キロ、わーお、7000円。これひき肉です、牛の。そしてこちら卵はウコッケーランです。これ2個で1000円ぐらいします。でその他玉ねぎ、人参で、パン粉、ニンニク、そしてこれ楽しみなんだよね、これとろけるチーズね。中にオラーってぶち込んだら切る時にオーンくるかなと思って用意しました。であとはデミグラスソースとナツメッグですね。これナツメッグじゃなくてナツメッグ。それでは作っていきましょう。ブーンブーン。さあ、玉ねぎから切っていきましょう。玉ねぎっつうのはね、本当に目が痛くなるから本当にいつも困っているんだけれどもね、もうどうにかならんもんかね、これね、玉ねぎね、もう困るんだわね。ってのは昔の話でうん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 。これあれね、あのじいちゃんがあのやってる草刈り機のあのエンジンの入れ方ね。ボンボンボンって怖ー、これこれさ、ゾロかよっていうぐらいカッターが1、2、3、4、5、5枚回転するやつなの。これこんなんあんだね。これに入れるとなんかみじん切りできるんだって。怖いよ。これはマジで殺戮マシンだ。バイオハザードに出てきそうなやつだこれ、後ろからもうちょっと細かくした方がいいかな。僕のみじん切り苦手だし、なんかねこのまな板から落っこちるんですごい。はい、芯だけ取って、あ、まあどうせね火を通すから食えるって話 でもうちょい細かくするみたい。これまあただなんかあんまり細かくしすぎると結局手間がかかっちゃうからギリギリのラインでいきたいよな。やべ、結局目に来てるわ。くそー、もっとこれのでかいやつ作ってほしいっすね。もうエンジンついてるやつ玉ねぎ丸ごと入れられるみたいな。あー目が痛い。まあでもだいぶ楽っすよね。こっからみじん切りって相当大変なんで、はい、こんなもんかな。 OK、 これ回るかな俺。まあ一回こんぐらいでやってみっか。こんなぐらいで回るかなこれ、入れすぎかな。まあ今いいんだいいんだいいんだ。そういうのはまず経験が必要なわけで。そうだ、失敗も経験だ。いきます。絵が見とけよ、こうやって草刈るんだちょっとちょっと、ふてーの、お、すごい、お、あ、すごい、考えた人すげー。え、 YouTube YouTube ってこれ、サビ歌い終わる前に見てこれ、大根おろしかよみたいなレベルになってる。すげえ、やばー。あーあーあー、これ開けてはいけない、開けてはいけない呪いの瓶みたいになってる。ああこれはやばい。ああみじん切りが一瞬で行われるとこんなに目にくるんだな。いやこれ楽しい。ほら取り扱い注意だな、これ洗う時とかもね気をつけてください。皆さんもこれだいぶ楽だし、キッチン汚れなくなるわな。ついにヒカキン TV もこれキッチン用品の紹介になっていきますね。これね、畑のなんかあの高温器とかもこんな感じだよな。ダメだな、今日はなんかエンジンかかんねえ。だからハンバーグでどうせ火通るからさ、ちょっとだけ玉ねぎ感を感じたいよな。大根おろしみたいになっちゃわない方がいいよな。うえー、すごい量だ。でかいの作るからね。
これ弱い人はね、できないと思う。水中メガネつけないと。よし、人参いきましょう。これ皮むいてあります。人参硬いからな。はい、先端とこっち落として、まあどうせ粉々になっちゃうからね。切り方はもう全然、あ、もしかしたらでもあれかな、細く切った方がいいのかな。人参硬いからな、耐えられるかなこれ。いやーこれいいわ。いきます。あ、やばい。なんかね、もっと強く引くことはできるんだけど、ぶち壊れるくらいの力をかけてるんで、ちょっと待ってね。君たちちょっとでかすぎたな。やってしまったな。あ、これ歯が入ってるけど回れないんだ、硬すぎて。もっと細かく切ればよかった。あぶね、あぶね。ほら、ほら、ああ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 あ使います、これは。ほら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 、口振ってんのこれ。多すぎたってことで、もっと細かく切った方がいいな。やっぱ人参が強敵ですな。こんくらいしとこう。控えめバージョン。あー、出た。はい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 、おお、いいねー。うーん、おー、すごいこれ。うおー、なんかそういうこと言うなやってね、言われるかもしんないけどね、なんかウサギに、ほらピョン吉や、ほらって感じの量だなこれ。うさぎのぴょん吉。はい、人参のラストのところにニンニクも入れちゃいます。3片も入れちゃう、これよいしょ。ニンニクは欠かせない。いくぞ、ゴー。ニンニク入りの人参、ほら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 、人参とニンニクの拷問や。うわすごい、超ニンニクの匂いだ。すごいすごい、すごいね、マジでお店の厨房の量って感じがする。よいしょよいしょ。はい、オッケー。炒めていく野菜を、ぴょん吉や。はい、いきます。はい、サラダ油を GO。 どうせでも炊飯器でな、じっくり多分火通るからな。うん、まあまあまあ大丈夫だろう。うわすごい、うわちょっとすっげえ。いやー、料理人感がすごいなこの量。なんか明らかに家で作る量じゃない。うわーすごい気持ちいいんだけど、これなんか細かくて、やっぱ自分で包丁で頑張ったのと細かさが違うから、こりゃいいや。なんか量多すぎてこれ火通るか心配だけど、中火でやってます。はい、今5分10分ずっとやってたんですけど、なんか量が半分ぐらいになりましたね。だいぶほらちょっともう溶けそうなくらい、こんくらいにしときます。はい、でちょっとね、手でこの後混ぜるんで少しだけ冷まします。はいはい、ガオガオ、ういーす。さあ、お野菜も冷めたので、いよいよ炊飯器のね、この内釜に入れて混ぜます。じゃあいきます。本日の主役、松阪牛1キロドン。うわーうわーうおほほほ、よし。はい、次先ほどの野菜入れます。これなんか溢れてきそうな量だな、すごい。だってこれ3号とか5号か、5号炊きとかだから、やばい量だ。あー、ニンニク香ってるわー。3片しか入れてないのにすごいな。で、パン粉、わさ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 、うおっからの、まあ、ナツメグ。これ分量が分かんないんだよね、ナツメグ。いやー、なんか寝室にねスプレーしたい香りだなこれ。臭みとか取れるんだってね。まあ、あんま入れるとちょっと超オシャレオツなハンバーグの味になっちゃう気もするから、こんなもんかな。よし、で、ウコッケ、卵、よし、ガオ、ほら、うお、ウコッケ、うお、流れてきた。チョモランマ、よいしょ。はい、卵かけご飯 TV だよー。へい、うまそう。これなんか超いい卵なんで、黄身つかめるらしいんですよ。どうせ混ぜるからな。おお、本当だ。やべ、ぶち抜けた。やべ、やべ、ごめん。俺の指が強すぎた。おお、そして塩コショウ。いきます。GO。塩。やべ、しょっぱくなっちゃう。しょっぱくなっちゃう。コショウ。え、なんかカルボナーラみたいなんだけど、これ見て見て。カルボナーラだ。胡椒がいっぱい入れたいな、なんかジューシーにしたいからな。胡椒でもなんか肉の臭みとか取れそうだけどね。オッケー、それではいきます。バーイ、カード。おお、おお、なんだかんだ俺こんなすごい量のさ肉こねたことありませんから。うわ、パンの香りがする。あら、うわ、めっちゃうまそう。この色見ただけで相当な美味しいハンバーグになることが分かりますね。未来が見えてきた。これやばいわ。なんかでも野菜の量が多く見えるけど、これをまんべんなくちゃんとね混ぜるって話だな。うわすげえ。おお、やっぱりでも肉が存在感が出てきました。おお、やば、超うまそう。ほらほらほら、
ちゃんと混ざってないとなんか野菜ばっかりみたいなとこあったら嫌だからな。ナツメグや胡椒たちが踊り狂っております。卵もねしっかりまんべんなく混ざってほしいし、本来だったらここでいらっしゃいませ。はい、できました。これね、ほらハンバーグ、これマジで10個ぐらい作れんじゃん、これうまそうなやつ。でもこれはさよなら。あえて食べづらい巨大なものにしていく。あ、なかなか混ぜんのこれ難しいですね。掴んじゃったらいいんだこれね。ほら、ほら、いい感じ。よし、オッケーかな。だいぶ混ざった感じはするんで、これで空気抜くんだって。こうやってパン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 って、あのほら、やっぱ舌が最後さ、ドーンって綺麗になってないと嫌じゃん。だからこう圧をかけていくわけです。タプタプしてんの、タプ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 。空気抜くってほどの柔らかさでもないんだけど、まあでも重力で丸くなってんだろう、舌多分。よし、めっちゃ綺麗になったんだけど、これ見て。なんだこれ、ネギトロ感があるね。で、ここに最後の隠れキャラ、とろけるチーズを掘って、まあ実際さ、これを最後さこうするわけだから、こっちが下になるんだよね。ってことは、まあチーズはできるだけ真ん中らへんに入れたいんで、いきますよ。ここを一度掘らせていただいて、あーもったいない、せっかく綺麗にしたのに。ここの中にねじ込む、マジで。あんまり やりすぎると上が破壊されそうで怖いんで、この辺だな。 OK、 いくぜ。まあ、全部入れすぎなくてもいいかもしれないな、入りきらない気もするんで。でもちょっとある程度多めに入れてよな。これはちょっと上級者向けなことしてるな。ちょっと本当だったらこう薄く円盤状に入れたいような中に。これ難しそう、こんなもんな気がするな。戻します。ハンバーグのタイムカプセルや。ちょっと薄いな、ちょっと薄くなっちゃったな。大丈夫かな。まあ、ただこっち下側になりますから大丈夫です。上に突き抜けてこなければ。まあ、突き抜けてきてもうまそうだからいいだろう。 OK、 でもう今一度いらっしゃいませ。オッケー、完璧です。パーフェクトです。はい、できました。これが炊飯器ハンバーグ。完璧。はい、しっかり拭きました、肉のね油とかを。でこれでセットして、よっしゃ、ドスン。これ米この量入れたら溢れてくるからな、多分な。よし、これをまあ普通でいいかな。うん、白米の。じゃあはい、いけ。炊飯、水もすら入ってないからな。うん、48分って出た。大丈夫かな。覚悟あるんで大丈夫です。はい、今ですね48分で一回ちゃんと炊けたんで、ちゃんと火通ってるか串でぶっ刺してみたいと思います。一応ね、こっちご飯も炊いてます。こっちもう一個いきます。せーの、はい、約50分炊飯した。うおー、あ、やばい、ちょっとやばい、火山が、核火山が噴火してきてる。これ大丈夫か。私はやりすぎてしまったのか。ちょっとチーズが出てきている。ただ肉汁は出てきてるな。刺してみます。ちょっと富士山だ、火通ってんじゃねえかな。ただなんかもうちょっとやった方がいいのかな。なんかすげえうまくできてる感じがするけど、下に行ってないといいな。チーズがプス、火通ってるっぽくね。これなんか肉汁がついてるんだけど、火通ってる感はある。ただ赤かったらもう終わり。これわかる、押すとさ、あー肉汁が、チーズチーズが、まあでもだいぶ通ってる気がするけど、もうちょっとやろっかね。いい牛肉だから、豚今回入ってないんで大丈夫だと思うんだけどもね。急速でポンって一回切るってこと、これ取り消し。ああ、すいません、炊飯器の使い方すら知らなくて。お米炊き方、高速でいきます。ほら、それでも火通るの大変だよね。もうちょっとだけやります。はい、今高速炊きみたいので、20分くらい追加で火入れたんで、いけるでしょう。いきますよ。これが炊飯器ハンバーグ。3、2、1、ファイユ。あれあれあれ、あ、なんだ、あ、炊飯してるからか。さすがパナソニックだね。いきます。圧力が消えるまでお待ちください。怖い世界だ、圧力だ。じゃあいきますよ。せーの、ファイユー。おお、先ほどと大した変わりはないですね。よし、いくぞー。もういいだろ、さすがに。まあ僕はもう赤くても大丈夫、みんなはちゃんと火を通してね。で、これでこの後ソース作るんですけど、この肉汁を使ってこのデミグラスソースに混ぜるとなんかいいらしいのね。これ最近 TV から教わってます。最近 TV やってるんですよ。さあ行きましょう。じゃあここに肉汁出んのかな。これめっちゃくる。テレフォンショッピングだこれは、もはや。うまい肉汁なんです、我が社の松阪牛は。やばい、すごい量だ。ちょっと待って、怖い、重力が、圧力が、あー、チーズが、チーズが、あ、え、待って、これ見て、
もうなんか取れてる。あんまり傾けると変になっちゃうから、もういっかこれ以上やんなくて、なんか崩れちゃいそう。じゃあ今のこの肉汁にデミグラスソース入れるんですよ。確かにどうせ一緒にねなる運命ですから、なかなか出ないなこのデミグラス。うわうまそう。普通1本出さねえぜこれ。はい、これ弱火でじゃあ温めときます。さあ行きましょう。行きます。これ一発勝負。うわー怖いなー。皿をまずこう、これは頭がいいですね。うん、もうハゲてたからな、一瞬でこれ下側に来るな。怖い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 。この手袋慣れてないから、これパックンチョみたいの。いきます、せーの、エデオ炊飯器高級ハンバーグ。お、重力を感じました。今下の方に来たのがゴボッつって、あー肉汁がもう出てきてる。これ大丈夫だろ、そんな熱くねえだろ。いきます、せーの、オープン。うわー超うまそう。やばー、超うまそう。うわ超いい香り。でこっち影やって話なんだけど、超いい香りこれ。うわーこれマジでいい感じ。ちょっとだけこれあれだね、焦げ目とかつくんだね炊飯器でも。飯テロだー。これチーズも楽しみだな。これやった。はい、それでは熱々に熱したデミグラスソースをかけてから切りますね。迷ったんだけど、いきます。うん、いくぜー。ハンバーガーファイヤー。チョコレートケーキレベルのデカさです。やばい。下の肉汁とのこのほら感じもこれはもはやハンバーグの世界遺産や。なんかあのオーストラリアのあれみたいな。エアーズロックだ、エアーズロック。うわー、これでいきます。頼むぞ。ケーキみたいに、じゃあこのなんか4分の1みたいな感じでいきますよ、ね、チーズケーキみたいな。いきます。流れ込んでいっている。あー、デミグラスの谷がナイアガラです。デミグラスのナイアガラ。そしてこっちもじゃあ、ほらケーキだ。これね、1ピースいくらですみたいな。いくよ、入れよ、チーズ。うわ、うやばいやばい、超うまそう。これやべやべやばいやばい、迫力。チーズが流れ出てきてる。溜まってたのがやばい。長年眠っていた火山のようにマグマのように流れ出てきています。すごい。これあったかいうちに食べよう。ご飯ご飯ください。 GO。 ふぅ、バルミューダご飯。うわーうまそう。やべやべやべ、早く早く早く両方ほかほかのうちに私は食べるんだ。最高の状態で。やったぜ。 OK。 ブーンブーン。それではいただきまーす。いただきまーす。やーばいだろこれ。まあ箸でいっか。やば、見て見て見て、これさ、ここ、うわーやばい。はっ、ダッ。うわー、トロントロントロリトロリーン。ケーキだよ。いただきます。ええ、うめぇ、超うめぇんだけどこれ。おぉ、いやこれデミグラスをたっぷりかけて食べたくなるね。倒しちゃうか。ほらほら、ここここここ、この下の方、ほらこれチーズがちょっとついてんのよ、ちゃんと。スプーンで食べるやつだなこれ。すごい、ほら見て、中さ、どこ開けても火がしっかり通ってんの。これさ、フライパンとかじゃ無理でしょ、あの分厚さに火通すの。炊飯器じゃなきゃ逆にできない火の通し方って話だねこれ。やば、うん、うわー、一流ホテルの味だよ。中のね、人参とか玉ねぎも生きてる。すごい、これは贅沢すぎるわ。いや、これやばい、マジでうまい。スタッフもいるので、あったかいうちにちょっと今分けて食べますね、もったいないから。一人じゃね、二切れぐらいしか食えない、絶対うまっ。ちょっとスタッフのために切り分けますね、これね。みんなこれくらい食べられるでしょ。はいうわー、これはやばいわ。僕もう一個ぐらいいける気がするな、これ。苦しくなるかもしれないけど、よし、分けよう。うまっ。ちょっとあの顔出し NG なんですけど、一口食べて感想だけ。え、マジでうまいから、早く早く早く、まあ、冷めないうちに早く早く早くって言ってるんですけど、うまいんだよマジで。お母さんの味はちょっと残念ながら超えちゃうと思う。ほら、美味しいです。
ほら。ほら。これママ、ちっちゃい頃食べたママの味を一瞬で超えてるって感じのうまさです。いや、使ってるから。これ、二切れ食ったらハンバーグ6個か7個分ぐらいだ。ちょっと苦しい。でもうまいから食べられるな。お茶まで来た。お茶までした。苦しい。いやーめっちゃうまかったです。やっぱりあの炊飯器で2回やったのとか、まあ、あれ以上やったら焦げちゃってた気がするんだけど、ちょうどいい感じでできましたね。運がいいね。いや苦しい。あのただね、思ったのはやっぱり本当に炊飯器じゃなきゃあそこまで火中通んないと思ったのと、チーズもねやっぱちょっと入れると美味しい。あとは正直ね、これでかくなくてもめっちゃうまいレシピだなって思いましたね。まあ、そもそもいい肉使ってますから。まあ、実際本当だったら今回ねスタッフも入れてかなり少人数で全部食べきりましたけど、この量なんで10人とかでちょうどいいぐらいの量かもしれない。本当に5人以上っていう方はぜひ真似して作ってみるのもありかもしれません。あとは炊飯器、肉の匂いになるからね、気をつけてね。はい、というわけでこの動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok、ミルダンもやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、ハンバーグバイ。登録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 。